はい、皆さんこんにちは、コレラボです。今日はね、シースルーミディアムウルフというスタイルを切っていきます。ミディアムスタイルということで、肩に当たる長さでベースを切って、トップにはレイヤーを入れて、ウルフベースの前上がりのスタイルですね。前髪もシースルーに見えるような薄い感じで切っていくので、今回はまず前髪からラウンド状に切っていきます。サイドはレイヤー状にカットしていくんですけれども、カットラインはラウンド状に切っていきます。そしてトップも同様にラウンド状にレイヤーを入れていきます。ウルフスタイルの特徴はトップの軽さだったりするので、そこをうまくね、切れるように今回はやっていきたいと思います。そしてこのデザインのポイント、カットラインをね、丸く切っていく、カットラインをね、直線で切るのではなくて丸く切っていくっていうのが今回のポイントです。では早速ベースカットから切っていきましょう。まずはバックからレングス設定をしていきます。この時に大事になってくるのは、肩に当たる長さ、ウルフスタイルのミディアムっていうことで、少し動きがあった方がね、やはりデザイン的にはバランスがいいですから、ちょっと肩に乗ったりとか鎖骨あたりで跳ねるぐらいの長さに切っておくと、このミディアムっていう意味ではいいレングス設定になるのではないかと思います。そしてガイドが決まったら、バックは2つのセクションで切ってあげるといいですね。アウトラインにもガイドがありますから、それに合わせるだけって考えると、まずはそこで切ってあげる。その後レイヤーも入れるので、そんなに細かく切る必要は全くないと思います。肩に当たる長さっていうのは、乾かしてみるとね、意外と短く見えてしまうので、この時に1センチぐらい長く調整しておくといいと思います。そしてそのままサイドも同様にカットしていきます。サイドのカットはバックからの延長でまっすぐ切るので、ここも時間をかけずに切っていきます。この後でね、また前からレイヤーを入れていきますから、そして短くなってくるところなので、1回2回でもうできるだけ時間をかけないで、左右どん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 切ってみてください。実際のサロンで切るときは、ここまでをだいたい3分もあれば切れると思うので、サクッと切って、こっから大事な部分ですからね。まずはベースカットはさらっと切れることが大事だと思います。そしてここからがカットの今日のポイントになってきます。まずは目尻までちっちゃい三角形を取って、それを真下に溶かして、前髪を V 字状に、センターが一番短くなるように、どんどん長くなるように V 字状に切っていきます。逆サイドも同様にカットします。このように V 字状に切ることによって、サイドとの、ね、前髪の馴染みがすごく良くなってくるので、まっすぐ切るというよりは V 字状に切ってみてください。そしてそのまま前髪と耳上をつないでいきます。床に対して平行に引き出して、引き出したパネルをこのようにグッとねじって切るんですけれども、そうすることによってカットラインが、ハサミはね、まっすぐ動かしてるんですけれども、カットラインとしては真ん中がえぐれるように R 状になってくるので、こういうテクニックをね、使ってみるとすごく動きのある、顔周りに表情があるスタイルを切ることができますので、ぜひちょっと皆さん一度やってみてください。そのままバックセンターまで切ります。一旦ね、髪の毛出てくるかどうかわからないんですけれども、そこまでやっとくと馴染みが良くなります。逆サイドも同様にカットしていきます。こちらのサイドを切る方が、特にミディアムロングの場合は難しかったりするんですよね。ハサミの入る位置が違うことで切り口が変わってきたりすることがよくあります。この時の切り方のポイントとしては、刃先をうまく使うということですね。ハサミ全部を使うんじゃなくて、ハサミ5分の1ぐらいを目安に細かく切っていくと、ハサミがうまく馴染んでくるので、綺麗に切れることができますので、これもぜひやってみてください。顔周りにレイヤーを入れたら、次はトップにレイヤーを入れていきます。この時に顔周り一線を外してトップにレイヤーを入れていきます。顔周りからレイヤーを入れていくことで、前が短いレイヤーができるんですね。そうするとこのウルフスタイルのような軽さと、後ろに重さがグッと出てくるようなスタイルが結構簡単にできてくるので、前からレイヤーを入れるっていうことをやってみると、また後ろからレイヤーを入れるのとね、雰囲気が変わってきますから、デザインの幅も広がってきます。
そしてバックも同様にサイドからの延長でレイヤーを入れていきます。ゴールデンポイントに対して垂直に引き出して、そこに出てくる角を削っていきます。そのまま放射状に頭の丸みにオンベースにカットして角を削っていくような感じで切っていきます。レイヤーの入れ方もいろいろあるんですけれども、特に今回のミディアムロングのような切り方の場合は、左手のテンションの付け方ですね、そこを少し緩く持ってあげるっていうのがポイントになります。そうすることによって髪が下りた時に馴染みが良くなりますし、また巻いたりした時に動きが自然に出てきやすいんですね。テンションをパチッと引っ張って切ってしまうと、どうしても硬い表情になってしまうので、あえてゆるっと持ってあげるっていうのも一つのカットのテクニックになります。ベースカットがね、これで終わるんですけれども、目標としては10分以内にこれを切れるといいペースですね。この後ドライカットも入りますから、極力ベースカットはシンプルに早く切っていくのがポイントです。そしてドライカットに入っていきます。先ほど切ったベースのカットをぼかすように、毛先中心にまずはポインティングを入れていきます。この時に引き出したパネルも少し指でね、曲げるように取ってあげることによって、カットラインが少しずれてきますので、その状態でハサミを入れてあげると、下ろした時により馴染みが良くなります。ドライカットに入ってくると、もう乾いてる状態なので、それが仕上がりの状態になってくるんですね。なのでしっかり鏡を見ながら左右のバランスを見て調整していくっていうところがすごく大事になってきます。そして特に右とね、左生え癖が違う方もやはり多いですから、左右同じ量を減らしてあげれば同じようになるっていうことは全くなくて、その生え癖だったりとか骨格のね、形によってこのハサミの入れ方を微妙に変化させたりするっていうのもテクニックの一つになってくるので、そこはしっかり鏡を見て左右を合わせていくっていう作業に入っていきます。そしてこういったレイヤーの入っているスタイルを切るときに1点ほど気をつけていただきたいことがあります。それはセニングをあまり使いすぎないということ。すでに段が入って動きがあるスタイルっていうのは、それだけでも表情が出てくるんですね。そこにすきばさみをセニングを使ってしまうと、パサパサした毛が、短い毛がどんどん出てきますので、極力使わないようにしていくと綺麗なスタイルができます。今度は顔周りのレイヤーを整えていきます。これはアウトラインですね。顔周りのアウトラインをスライドでなじませるように、滑らせるように切っていきます。逆サイドも同様にパネルをしっかり持ってね、滑らせるようにスライドでカットしていきます。顔周りを切るとお客様もね、分かりやすいですから、こういうところでどうですかっていう風にお話をしてあげると、お客様もちょっと安心されますよね。毛先にポインティングを入れたら、今度は中間を間引いていきます。これはですね、巻いた時だったりとか、少しワックスとかオイルをねつけた時に束感がスーッと出てくるので、この間引きっていうのはかなり大事なポイントです。基本的には左右均一に入れていくんですけれども、先ほどもお伝えしたように左右の生え癖って変わってきますから、一旦ベースで軽めに入れた後に、もう一回ね、左右の様子を鏡を見ながら、動きを出しながら、手ぐしを入れてみて表情の違いを確かめてから、その重い部分にどん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 ハサミを入れていくと表情が左右合ってきます。この時点でだいぶ表情が出てきたんですけれども、ここで内側のね、重さを取っていきます。内側っていうのは、ね、8回り、そのあたりの重さをこうやって取ってあげることによって、より表情がアクティブに動いてくるので、これもね、見えないワンカットなんですけれども、すごく差が出るカットだと思いますから、こういう一手間を入れることがとっても大切になってきます。
お客様はやはりね、毎日髪触りますから、ちょっとした変化にすごく気づかれるですね。なので自分たちのちょっとしたカットがお客様にとっては大きな変化に感じますから、そこがやはり他の美容師さんと違うっていうところの見せ所っていう風にできるといいんじゃないでしょうか。そしてフィニッシュワークに入っていきます。今回は前髪は今ロールブラシでくるくるってやってますけど、カーラーがあるとすごく自分でやるのも簡単ですよね。そしてコテ 32mm で、今回は内巻きに作ってみましょう。カットラインがね、ある程度わかるように内巻きにワンカール全体的に入れていきます。こういうウルフスタイルなので、やはり相性のいいっていう意味ではね、外羽をアウトラインに入れていくとすごく可愛いし今っぽい感じもできますけど、こういう簡単にやるっていう意味では内巻きだけでも全然雰囲気が出てきますから、ぜひぜひね、お客さんにやるときはまず毛先だけ軽く入れてみるといいですよっていうような話ができると、お客さんもやりやすいじゃないですか。そうなので変化を感じてもらうっていうのがすごくすごく大事だと思いますから、まずは内巻きやってみてくださいっていうふうにぜひおすすめしてみてください。トップは真上に引き上げて、根元から、ね、中間が自然にカールが入るようにするとボリュームも出やすくなりますから、真上に引き上げてやってみてください。逆サイドも同様にワンカール、中間から毛先にかけてカールが入るようにしてあげます。トップはね、根元付近からカールが入るようにしてあげるとボリュームが出てきます。最後は前髪を外してあげてね、ほぐして整えるだけでデザインは出来上がりです。レイヤーが入ってるスタイルっていうのは仕上げがすごく簡単なので、やはりお客様でもそういう意味ではやりやすいですから、提案しやすいスタイルなのではないかなというふうに思ってます。こういった感じで今日のスタイルは出来上がりました。ぜひ皆さん一度やってみてください。クレラボでした。今日もありがとうございました。